はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第175回でございます。今回は、今大晦日にの午前で撮ってて、で多分午後にアップしてるんですけど、1年の振り返りをねしていきます。おそらくまあねバタバタしてると思うんですけど皆さん聞いてるのがね新年超えてるかもしれないんですが、まあ一応2016年ありがとうございましたってことで振り返りをしていきます。で膝に、息子上のお兄ちゃんの方をね抱っこしながら喋ってますので、ちょっと物音とか喋った声入ると思いますが、よかったらお付き合いください。でまずはね振り返る前にお礼を言わせてください。先週のダラダラジオについてですね、4年半動画投稿やっていく中で初めてねああいう、まあ、モノマネしたりとか、まあ、リクエストね受けたり質問答えたりっていうのをやったんですよ。で正直初めてやることだったからどういう風に思われるのかなとかね、すごい不安だったんです。本当に不安だったんですけど、たくさんの方に見ていただけたり、こう評価、温かい評価と温かいコメントをたくさんいただきまして、本当にありがとうございました。なんだろうね、安心感がすごかった。本当にほっとしました。それを見た時にで嬉しかったしね。であとは動画の中でハマってるね、あの YouTuber さんで花尾さんと、千早さんのお名前出させていただいたんですが、おそらく共通のリスナーさんがなんか連絡してくれたのか、お二人からわざわざツイッターで連絡いただきまして、そう、もうそれも本当に嬉しかったです。ありがとうございました。でもね、頻繁にやるもんじゃないです。まあキャラじゃないっていうと、まあ、編集も全然できないんでね、自分は編集力ないんで、そう、まあ1年に1回ぐらいにたまにはやろうかなっていう感じでは思ってますが、本当にね、ありがとうございました。じゃあ、振り返りいきましょうか。で、だらだら喋ってもしょうがないんで、まあ、10分ぐらいで終わらせたいですね。で、2016年、もう一言で言うと大変でした。大変。もうね、いろいろ大変だった。心身ともにね。で、まあ、細かいことはね、言わない、あんまごちゃごちゃ話してもあれなんですけど、ひとまず目標についてです。これ、船。船。すごいかっこいい持ち方してるね。で、なんだ、いつも1月1日に4つ目標を掲げるんですよ、自分。紙に書いてそれを仕事のね、見えるところに置いて、それに向かって頑張るんですが、いつもね、4分の2とか4分の3達成で終わるんですよ。全部達成したことはなくって、未だに。でも今年は4分の1で終わりました。はい。これちょっと情けない結果なんですが、ちょっと簡単に言うと、達成できなかったのが、チャンネル登録者が合計30万。はい。で、これはですね、自分、今見ていただいている勉強チャンネルと、鼻大丈夫か。ゲーム実況もね、やってて、それ合わせて22万弱で終わりました。で、もう一個、生授業の常設、これ全然できずで、LINE、大丈夫かな。LINE スタンプの申請もできずでしたね。これはもうダメですね、本当に。で、一番の原因は、時間管理ができてなかったことですね、今年に。で、唯一達成できたのが、でも、目標を掲げた時に、一番達成したかったし、一番達成できねえだろうなとちょっと思いながら作った目標だったんで嬉しかったんですけど、これが Google イベント、Google イベントへの参加ですね。今年ゲームフェスっていうね、ゲームのやつのイベントがあって、それに3回呼んでいただいたのかな？そう、出させていただいて、それが、まあそれはね、一応目標達成で、一番まあ印象深いかな。自分この勉強チャンネルでコラボしたことがまだ一回もないんですよ。コラボ動画って撮ったことがないんですけど。で、まあ、そのイベントはね、一応ゲーム実況の方で呼んでもらったってのもあるんですけど、ただ、やっぱり同じ YouTube で活動されてるムーンさんとか、もやさん、みそしるさん、あとはしょうさんか、とね、共演させていただいて、やっぱりこう YouTube で頑張ってる方、ね、自分よりすごい登録者多い方もね、たくさんいるから、と、こう、お話ができたりとか、いう刺激をもらえたのは、やっぱり大きかったですね。で、共演させてもらったわけではないんですけど、控え室で、赤髪のトモさんとお話しさせてもらったりとか、写真撮らせてもらったのも、やっぱいい思い出だし、すごい、こう、感化されたっていうところはありますね。ただ、まあ、結果的には4分の1しか達成できてないので、そこはね、しっかり、特に時間管理を反省して、2017年に活かしていきたいなと思っております。で、2017年の目標は、その1月1日か2日にね、投稿する挨拶の動画でね、言うんですけど、少しネタバレになっちゃうんですが、自分、勉強チャンネルちょっとコラボの動画を
撮りたいなっていうのがもう思っていて、それを目標に掲げるかちょっとわかんないんですけど、でその中でも見て面白かったっていうのではなくって、まあ、自分勉強チャンネルでねやらせてもらってるし、みんなが見てくれてるわけだから、それを見てコラボねした動画を見て勉強頑張ろうとか、ちょっと学校頑張ろうって思えるようなコラボ動画を撮れないかなっていうのをすごい、これね今年ずっと考えてるんですよ。そうで、まだ具体的には全然できてないんですが、それをすごい、まあ、思ってるところはありますねっていう感じで、あとはプライベートでも大きな変化があったのは、やっぱり今抱っこしてるの上のお兄ちゃん、3歳のお兄ちゃん抱っこしてるんですけど、5月に下のね弟くんが生まれまして、でこの上のお兄ちゃんがね、ちょっと待って、ペンが落ちた、よいしょ、はいどうぞ、はい、大丈夫か、うん、眠そうだね。そうで、上のお兄ちゃん生まれた時もそうでしたけど、こう時間がやっぱりなくなるんですよ。自分家で撮影をしてるので、そうで、下の子生まれたらまあ2人目だしと思ってたんだけど、1人目の時よりも時間がなくなるっていう。そうで、自分ねほにゃららしなきゃっていうのを極力言わないようにしてるんです。できればできる限り。で、なんでか、例えば勉強しなきゃとか仕事しなきゃ、自分だったら撮影しなきゃってならないようにしたい。で、なんでかっていうと、しなきゃっていうのはこう強制されてる感が出る言葉だと思っていて、それをしなきゃをしたいに変えようっていう、で思えなくても口にはそう出そうっていう風にしてるの。時間ないとだいぶ撮影しなきゃって思うんだよ、時間ないから。でもいや違う、撮影したいって。で、なんでかっていうと、したいっていうのは人の欲望の言葉だから、そこに欲望があって興味があってモチベーションが上がる言葉なのね、ちゃんと思えるようになったら。だから忙しい時ほどそういう言葉を使うようにはしてたんですが、自分のキャパ以上に時間がなかったのと忙しくなってしまって今年は、でそういった意味ですごく大変でした、本当に。そうねいろんなことがおろそかになってしまったしね。ただその大変っていうのが今年のね、あの一言で言いましたけど、大変、大丈夫、大変っていうのは大きく変わるって書くじゃないですか。で大きく変わるって、まあ、人って変われるので、いい風にも変われるし悪い風にも変われるわけですよ、人っていうのはね。でどうせ変わるんだったらいい方に変わりたいの俺は。だからもう大変な時期って分かってたから、じゃあせっかくなら眠いねせっかくならいい方に変われるように努力をしていこう、そういう風に意識を持っていこうっていう風には思ってやってましたね。はい。だからもう駆け抜けた感じ、あっという間に終わったこの1年は本当に。そうで、あとは印象深いのはやっぱ出、あれですね、参考書を出版させてもらったことですかね。まあ去年からこのね書くのはやってましたけど、自分は学生の時に参考書とは思ってなかったんですけど、死ぬまでに自分の本を出したいってすごい思っていて、そう。で、それが一個叶った形にはなりますね。まあ、これからもね、出させてもらえたらいいなとは思うし、いつかは、なんか、その参考書ではなくって、例えば考え方とかわかんないけど、違う形の本が出せたらいいなと思ってる、今日この頃でございます。で、ちなみにそう、これ言わなきゃだったんだ。あのね、ちょっと前に、2月ぐらいまですごい忙しくなりますっていう話をね、大きい仕事が来てってのがあったんですが、実はこれこの前なくなったんです、その仕事。そう。それまあ、ここで話そうと思ってたんですけど、実は参考書の続編とか違う参考書をね、お話をいただいたんですけど、ちょっとこれ、何のお家だったっけ？ん？前何のお家だった？何のお家？あ、引っ越したからね。で、そう来たんですけど、ちょっとね、まあ大人の事情って言ったらずるい言い方になりますが、なくなってしまって、ちょっと書いたんですけども、そうだから、そう頑張るなくなっちゃったんでね、そうまたね、こう2017年頑張って活動してって、なんとかいろんな形でね、こう、うん、いろんなことできたなとは思っております。はいまとまんね、もう10分なっちゃうんでね。そう、まあ、ほんと一言言うと大変な年だったんですけど、大変だからこそ1年振り返った時にやっぱ笑えるし、今年ね本当にすごいね、病んだというか心が疲れてしまったりとか、もう
なんかもう疲れすぎて涙も出ねえみたいな時もたくさんありましたけど、でも振り返ったらやっぱ笑えるんだよね。なぜならそれをこう頑張って戦って前進んできて、で後ろ振り返ってさ、うわあの時辛かったなって思うけど、でもまあよく頑張ったよ俺ってね、適度に頑張ったって。でもちろん自分毎日120点上げれるほど頑張れないんで、サボるときはサボっちゃうし、ダメなときはダメなんですけど、でも1年振り返ってるときにはまあ頑張れたなと思ってあげたいと思ってるので、まあそんな年でしたね。はい、わかりました。あのね、そう、粘土を買いに行くって約束してて、今日この後用意していくんですけど、そうっていう感じです。はい、少しねおまとまりない感じでなってしまったんですが、こう今回ねこれ話した時に伝えたかったのは、さっき言った大変の話、まあ、受験生にしてもそうじゃない方もそうですけど、忙しかったり今大変な方ってたくさんいると思います。でもさっき言ったように大変な時っていうのは大きく変わるチャンスなんです。でそのチャンスをいい方に生かすか悪い方に生かすかっていうのは自分次第で変わっていきますので、ぜひね、あの特に受験生の方、もうセンターの方なんてもうすぐだし、高校受験の方もあと数ヶ月、ちょっと待ってね、あと数ヶ月でもう本番になりますんで、あのここをグッてこらえてね、ぜひあともう少しね頑張ってもらえたらと思います。ではちょっとまとまりなくなってしまいましたが、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、途中にも話しましたが、明日か明後日ですね、まあ、新年の挨拶ってことで、一応毎年顔出しで挨拶させてもらってますので、そちらで挨拶と2017年の目標をね、発表する形を取ろうと思いますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、ご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。そして、2016年もね、本当にありがとうございました。